私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー。キング&プリンスはロッチの試着室コントで大キリに挑戦。騎士校と決めかせる胸キュンモーション対決も、明日1月30日日曜日に日本テレビ系にて放送される、キング&プリンスへの冠番組、キング&プリンスルの詳細が発表された。キング&プリンスルは番組から出される様々なお題に対して芸能界の大先輩やお笑い芸人がベストな行動を大喜利で答え、その回答をキング&プリンスが実践する無茶ぶり性検証番組。今回は女性用の服に身を包んだ岸優太が岸子として登場し、他のメンバーが岸子と決めかせる新たな胸キュンモーションを実践する。この他キンプリは、ロッチがキングオブコント2015の決勝ステージで披露した試着室のネタを元にコント大喜利に挑戦。平野紫耀、長瀬角の半裸ネタに対抗し、高橋山は意外なコントの腕前を見せつける。米印高橋山の、こう、は、はしご高が正式表記。日本テレビ、キング&プリンスル。2022年1月30日日14時15分から14時45分。小なり出演者大なり。マック、キング&プリンス。進行、劇団ひとり。ゲスト、阿佐ヶ谷姉妹、稲田直樹、アインシュタイン、大久保佳代子、小沢和孝、スピードワゴン、剣道小林、ヒコロヒー、ファーストサマールイカ、森田哲也、さらば青春の光、山崎ひろなり、アンタッチャブル、ロッチ、若月千夏。以下は他の多くのホットニュースです。キング&プリンス永瀬角がいたずらを告白、おもちゃを使って、私は周囲に敵意を向けつつも何者かになろうとあがく、キャラクター。僕自身、自分と誰かを比べて劣等感を抱くこともあるので、共感できる部分がありました。映画、真夜中乙女戦争、で大学生私演じる永瀬。そう話すのは、主演映画、真夜中乙女戦争、が公開中のキング&プリンス永瀬廉、23。永瀬が演じるのは、すべてに退屈し、鬱屈した日々を送る大学生、私。ただ僕はあそこまでこじらせていないですけど、ね、翔。自身と私はあまり似ていないと語る永瀬。実際の大学生活も私とは対照的に楽しんでいたそう。仕事と両立していたので学生らしい思い出はそんなに多くはないんですけど、ドライブした後にキャンパスの近くに住んでいる友達の家に泊まって、そのまま一緒に授業に出たり、週に何回か深夜にみんなで集まってラーメンを食べに行ったりしていました。劇中で私は謎の男黒服に導かれ、様々な悪技に手を染めていく。実は永瀬も子供の頃にはよく友達に悪技を仕掛けていたとか、ガムを抜こうとするとペチンって指が挟まるおもちゃを使っていましたね。あとはカバンの中に虫のおもちゃを入れたりも、相手の反応を見るのが好きだったんですよ、翔。そんな悪技っ子の片鱗は未だに垣間見れる時があるようで、そういえばこの間寝ている友達のすね毛をガムテープで抜きました、翔。今度、メンバーにもやってみようかな。本作はタイトル通り、真夜中のシーンでクライマックスを迎える。そこでこのインタビューも、それにちなんで、最近の真夜中の過ごし方は？という質問で締めくくる。昔よく聴いていた曲の中から1曲を選んで書けるんです。それで、懐かしいなって気持ちになったまま、毎晩眠りについています。キンプリ永瀬角がリモートでギャップ見せる猫のビーツに会場で会いたかった。真夜中乙女戦争の大ヒットお礼舞台挨拶が本日1月29日に東京東宝シネマズ六本木ヒルズで行われた。F の小説を原作とする本作は、永瀬廉、キング&プリンス、扮する無気力な大学生私が、真夜中乙女戦争イコール東京破壊計画を企む様を描いた青春ストーリー。永瀬は舞台挨拶にリモートで参加し、池田エライザ、監督の二宮健が登壇した。永瀬は、衣装の上に着たタキシードと下のバスケットパンツのギャップを見せて池田らの笑いを誘い、
さらにはキング&プリンスメンバーの岸優太から電話がかかってくるハプニングもあった。A からの永瀬廉さんが演じる傷だらけの主人公は何度見ても美しく、愛おしく思います、というメッセージが伝えられると、永瀬は、実は現場でお会いした時、F さんがボケて僕が突っ込んだりしていたんです。なので、改めてこうして嬉しいメッセージをいただくと照れてしまいます、と明かす。私が密かに恋心を抱く先輩を演じた池田は、現場の先輩のノートに予定や葛藤がぎっしり書いてあって素晴らしかったです。F さんの原作の描写の細かさがあったからこそだと思います、と述べた。エモというが扮した黒服率いるティーム常連の日である本日。ゲストとしてティーム常連のシンボルである猫のビーツがサプライズ登場した。撮影現場で湯屋氏の存在だったビーツに画面越しで再会した永瀬は会場で会いたかったです。と悔やみつつ笑顔を見せ抱きしめても嫌がらなくて本当に慣れていてちゃんと俳優でした。と役者顔負けの演技を称賛。池田は初対面のビーツを抱きかかえ家で飼っている猫と人相が似ています。おとなしい。と話した。真夜中乙女戦争は全国で上映中。永瀬、池田、柄本、二宮が各シーンの裏設定や撮影当時のエピソードを語るコメンタリー上映は2月1日から行われる。F メッセージ全文。監督、キャストの皆様。ご観覧の皆様。大ヒットありがとうございます。私も次にこの映画を見れば、第6次真夜中乙女戦争となります。重ねて感謝申し上げます。二度目以降の鑑賞でやっと私が分かりましたのは、劇中何度か流れる不協和音のようなオーケストラのチューニング音の意味。後半に出てくる、ハスの花の意味。時計のドアップが極めて重要なシーンで繰り返されていることです。そして二度目以降でさらに染み入りましたのは、池田エライザさん演じる先輩の極めて細かい、ためらいの目の動き、エモというさん演じる黒服の異常すぎる主人公への愛。永瀬廉さんが演じる傷だらけの主人公は何度見ても美しく、愛おしく思います。悪気好きな監督は他にも様々な仕掛けをこの映画に盛り込みました。ぜひその点も楽しんでくださいましたら幸いです。永瀬門コロナ対策で大ヒット舞台挨拶にタキシード姿でリモート出演、下半身は油断してます。公開中の映画、真夜中乙女戦争、大ヒット舞台挨拶が29日、都内にて行われ、池田エライザ、二宮健監督が登壇。主演永瀬廉、キング&プリンス。は新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当する可能性があると判明したため、リモートで登壇。永瀬は、登壇できずに申し訳ないです。コロナは、常に近くにあるものとして、これからも感染対策をしないと思いました、と気を引き締めつつ、主演作の反響の大きさを喜んだ。累計部数64万部を超える新鋭作家 F によるベストセラー小説の映画化。平凡で退屈な日々を送る青年が自分自身と東京を破壊するまでの夜と恋と戦争を描いた物語。鑑賞者から相次ぐ熱い感想コメントに永瀬も皆さんがそれぞれに作品を理解しようとしてくれているんだと感じて嬉しいです。とモニター越しに大きな笑顔。永瀬くんの代わりに少しでもハンサムにと、とどれしいなパンツスタイルで登壇した池田も見終わってどんな気持ちになったとしてもその気持ちを言えることが幸せだと思える映画、と胸を張り二宮監督も連日私の解釈を発表しますというようなコメントが届く。十人十色の解釈を聞けるのが幸せ、と反響を喜んだ。さらに原作者 F 氏も、次に見たら第6次真夜中乙女戦争になります。とすでに5回、鑑賞していることを明かし、複数回見る中で、いくつかの場面の演出に隠された意味に気づいたと、同作にハマったファンさながらの熱いメッセージを寄せた。永瀬も、F さんとはお会いした時にボケとツッコミみたいなやり取りをしていたので、改めて褒められると照れますね、と嬉しそう。
この日、残念ながらリモートでの参加となった永瀬。上半身は黒のタキシードだが、リモートなんで下はちょっと油断しちゃってます。と、黒のハーフパンツ姿であることをモニターに映し出してみせたり、締めのコメントの途中で携帯電話が鳴ってしまうなどリモートあるあるで会場を笑わせていたが、劇中で共演した猫のビーツが登壇すると、抱きしめたい。匂い嗅ぎたい。と直接対面できないことを惜しんでいた。最後に永瀬は、常に近くにコロナがあるものとして、これからも感染対策をしていきたい。と気を引き締めつつ、こういう状況の中、映画を見てくれた方の感想を僕も読ませていただいて、その感想こそが希望の光だと感じます。と劇中のフレーズを用いながら締めくくった。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。